こんにちは、亀のパブロの飼い主です。今日はミシシッピニオイガメの原産地のお話をしたいと思います。なんでこんなことを考え出したかというと、今日の水替えの時の出来事がきっかけなんです。パブロのお腹を撫でていたら、とってもいい表情をしていたので、撮ろうとしたんですけど、カメラをセットした途端、イヤイヤが始まってしまいました。仕方がないので、膝に下ろしてピントを合わせようとしてたら、不穏な動き。キャッチ！膝から助走をつけて飛び降りたところを無事、空中で捕まえました。はあ、危ない危ない。今度は別な方向へ駆け出しました。待って待って、パブロちゃん。いつも不思議なんですが、こうやって途中まで走って走って逃げてピタッと止まるんですよね。電池が切れたみたいにピクリとも動かなくなります。そうした方が捕食されにくいとか、そういうことなんでしょうかね。池にいるカモとかは子ガモをこうじーっと観察しているとパッと潜って、しばらく経ってからだいぶ離れたところから浮上して目くらましをしますが、あんな感じでカメの場合は水中の物陰に身を隠してやり過ごすのかななんて想像しちゃったりします。そんなパブロの行動からミシシッピニオイガメが野生ではどんなところに住んでるのかなってことが気になって、今回は調べてみました。ウィキペディアによると、主に底質が泥や砂の流れの緩やかな河川、湖、地礁、湿地などに生息するということなので、泥が溜まっている水の中でこんな風にバタバタ走ったら泥が舞い上がって煙幕みたいになる気はします。これまたウィキペディアからの引用ですが、ミシシッピニオイガメの分布は、模式標本の産地かっこ模式産地はチャールストン周辺かっこサウスカロライナ州、アメリカ合衆国中央部から東部にかけて、カナダ、カッコ、オンタリオ州、ケベック州南部となってます。ということなので、ミシシッピニオイガメの標準型の住んでるところはチャールストンってことになりますね。チャールストンってどこだと思って、じゃん、地図を作ってみました。アメリカの地図こんなに眺めたことが過去にあっただろうかと思いながら作業していたんですが、ミシシッピニオイガメっていうくらいなんで、ミシシッピ川と関係あるのかなと思って地図からトレースしてみたんですけれども、肝心のサウスカロライナとはだいぶ離れてます。ウィキペディアのこの分布が、アメリカ合衆国中央部から東部にかけてってことなので、ミシシッピ川から東側にかけて分布してるってことになるのかなと思います。ところでチャールストン、想像よりだいぶ南にありました。フロリダが近いってことできっと暑いんでしょうね。チャールストンの年間気温はこんな感じです。日本語ではなかなか調べられなかったので、英語で調べたらありました。温度の単位が華氏になってますが、夏の最高気温が華氏で90度ということなので、摂氏に直すと32度、真冬の最低気温は華氏37度だから摂氏でいうと2度です。日本の関東以南の本州の平野部とほぼ同じ感じですね。降水量のグラフもありました。東京と比べてみたんですが、そんなに大きく変わらない感じですね。東京よりチャールストンの方が多いくらいです。ということは、ミシシッピニオイガメも真夏の暑い日以外は関東から南であれば、外飼いできないこともないってことですね。まあやりはしませんが、ミシシッピニオイガメが住む地域の北限はカナダのオンタリオ州とケベック州の南部って書いてあるので、こちらの位置関係も見てみたんですが、どちらも結構南に張り出してます。とはいえ、カナダではあるには違いないので、オンタリオ州の南部にあるトロントは、シカゴとかニューヨークとほぼ緯度が同じ感じです。シカゴ、ニューヨークって言えば、アメリカドラマの舞台なんかによくなってますけど、冬は寒そうですもんね。大草原の小さな家でも開拓時代のニューヨークに大寒波が来て、
温度計が凍るっていうエピソードがあったな。年間気温見てみました。まあやっぱり想像通り冬はめちゃくちゃ寒いです。最低気温マイナス5度切ってますね。さすがに北限では冬眠するようです。いつかミシシッピニオイガメが野生で暮らしてるとこも見てみたいな。ということで今日はこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。